昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今日はですね、塾と予備校の違いということでね、話をしていきたいと思います。まあ、例えばですね、塾っていうとどんな塾、まあ、具体的な名前でどんな塾を想像しますかね。まあ、例えば、まあ、個別指導塾とかってありますよね。個別指導学院とかですね、名校義塾とかですね、まあ、スクール IE とかですね、トーマスとかですね、まあ、私が今個別塾で思い浮かぶようなそんな塾、個別塾はまあ基本的に塾ですね。あとはまあ集団でやってるようなところももちろんありますね。まあ、例えば栄光ゼミナールとかですね、早稲田アカデミーとか、サピックスとか日能研とか、あとなんだろう、臨海セミナーとかステップとかですね、まあいろいろあると思うんですけども、まあそういったところは塾ですね。まあ、逆に予備校っていうと、まあ今の時代ですね、予備校ってパッと出てくるのは駿台予備校とかですね。あとは塾っていう名前だけども、これは予備校だろうっていうのは河合塾ですね。河合塾とか、あと昔だったらね、ヨゼミですね。まあ大体三大予備校って駿台、河合、ヨゼミって言われてましたけど、まあ最近ちょっとね、ヨゼミはね、って感じですけども、まあ代々木ゼミならもそうですね。あとは東進ですかね、東進衛星予備校とかでね、まあこれ東進は映像の授業やってますけども、まあ東進ハイスクールとも言えるんですけど、まあそれもなんかまあ予備校なのかな、っていうところですかね。で、まあそういったところで、まあどういった違いがあるのかっていう話をね、ちょっとしていきたいというふうに思います。まあ例えば塾はですね、まず対象者ですね。で、対象者はですね、これ小中高ですね。小中高。まあ基本的に小学生、中学生、高校生を対象にしてます。で、予備校はですね、高校生ですね。中学生で予備校っていうのはあんまりピンとこないですね。まあ河合塾とかももちろん中学校版、とかね、駿台とかも中学生教えてるとこもありますけども、まあイメージとしてはやっぱりもう高校生と、あと高卒ですね。高卒ね、そういったところがイメージされるかなというふうに思います。で、あとは人数なんですけど、まあ個別指導塾はもちろんね、1対1とか1対2とかでやりますから、それはあれですけども、まあ、普通の集団で行われている場合ですけれども、人数はですね、一クラスあたりですが、やっぱりですね、塾の方が少なくて、予備校の方が多いイメージですね。はい。まあ、一クラス、どんぐらいですかね。やっぱ30名超えるようなところっていうのはね、やっぱり予備校っていうようなイメージはありますよね。で、逆に塾はやっぱり人数が少ないのを逆に売りにしている。まあ、あんまり多すぎないですよっていうのを売りにしてたりするので、まあそういったところで、まあ人数が、一クラスあたりの人数が少ないか多いかっていうところの違いがあるかと思います。で、指導形式なんですけども、これはいわゆるこっちはもう本当に授業してますね。まあ授業って何をもって授業っていうのかっていうのはあれですけども、まあ例えばですね、まあ一人一人生徒に当てたり、まあ人数が少ない分当てたりとかですね、まあ確認テストをやったりとか、あとはまあなんか宿題とか出てそのチェックをされるとかですね、まあそういうのがまあ塾かなと。まあ逆に予備校はもうザ講義ですね。講義ですね。なのでもうひたすらですね、もう聞いてこれいらないか、ひたすらですね、失礼しました、ひたすらですね、もう先生がね喋り通すって感じですね。だから授業中の演習とかもですね、多分まあ少ないでしょうね、講義なのでね。はい。まあ例えば問題であらかじめ予習しといて、でそれをですね、ひたすらまあ先生が解説するっていうような形をとってるんじゃないですかね、講義ということでね。はい。続いて、まあ距離感、まあ先生と生徒との距離感ですね。でこっちのはやっぱり近いですよね。でこっちはまあ遠いですよ。遠いって言い方あれですけどね、塾の方はですね、まあ逆にやっぱり先生の方から生徒の方に寄っていきますね。これどうなんだとかね、まあ喋りかけてくる。まあ逆にやっぱりね、予備校の方はですね、やっぱ先生とで生徒の、まあ、まず人数が違うので、やっぱりですね、先生の方からね、声かけて何とかってね、いうことはね、やっぱりなかなか少ないんじゃないかなというふうに思います。まあ、塾の方が距離感がやっぱり近くて、まあ、予備校の方が遠いという感じですね。続いて、進路の相談とかですね、やっぱりこっちの方がしやすいと思います。で、こっちはしにくいと思います。
で進路相談っていうと、まあ、その先生自体がもちろん進路相談する場合もありますけども、まあ、受付の人ですね、まあ、スタッフとか、そういう人もですね、まあ、進路相談したりしますね。あとは教室長とかですね。で、やっぱり、予備校の場合とかはですね、やっぱり自分から行かないといかない、いけないっていうところですね。待ってたら来ないですね。自分からなんか質問したり、スタッフに相談する分には相談するね、対応してくれる人たくさんいるとは思うんですけど、これ自分から行かなきゃいけない。まあ、塾の場合逆に言うと、向こうから声かけてくれるっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。はい。で、最後に、まあ、先生なんですけども、これね、先生はですね、塾はですね、もう様々です。まずですね、予備校と、まあ、圧倒的に違うところですね。まずね、大学生が入ってくるってことですね。で、まあ、中学受験向けもそうだし、まあ、高校受験も、まあ、下手すら大学受験でもですね、大学生が教えてる場合あるんですよ。もう何歳しか離れてないのって感じなんですけどね。ね、もう大学1年生がね、高3に教えてたらね、1歳しか差ありませんからね。まあ、そういったところでね、まあ、大学生が教えてると思いますね。ただね、大学生ってね、なかなか、ね、バレてないんですよね。まあ、僕がですね、やっぱり大学生の時に塾でバイトをしてたわけですね。じゃバイトというか塾講師やってたわけですね。その時ね、誰もですね、こいつ大学生だろうと多分思われてなかったと思います。まあそれはなぜかっていうと、まあちゃんとネクタイしてですね、やるとですね、まあそれっぽく見えるんですよね。まあもしかしたらっていうかね、保護者とかね、まあもちろん、あ、これ大学生やってんだと思ってるかもしれませんけども、でも結構バレてないですね。はい。で、塾側もですね、まあ大学生がですね、教えてますよってね、もう大々的には言いません、普通はね。普通にね、私たちの塾講師が、ね、ただの先生がって形でやってるので、言ってるのでね、実はもう大学生が教えてるってこともあります、塾はですね。で、あとは、まあ、社員ですね。社員。で、まあ、先ほど言いましたように、教室長とかですね、そういったところも、社員ですけども、それが普通に教えてたりもします。で、逆にですね、予備校はですね、まあ、やっぱり、もう本当にその科目のね、まあ、プロっていうとあれですけども、まあ、それでご飯、飯食ってる人が多いですね。で、まあ、予備校の場合とかだったら、本当にですね、まあ、評価とかシビアで、もう単純にですね、もう人数集まってるか集まっていないかなんですよ。本当に。で、人数集まってる先生はですね、それこそお給料いいと思います。でも逆に人数集まってなかったら、やっぱりお給料その分低いし、なおかつ来年の契約ですね。もう1年1年が勝負になってくるので、1年で切られるってこともありますので、そういった意味での、まあ、結構シビアな世界になってるかなっていうふうに思います。まあ、ちなみにですけども、私がやってるところはですね、まあ、塾っていうのか予備校っていうのか、ちょっとなんか、なんとも言えないところがあって、まあ、それはですね、まあ、例えば先ほど言った、東進のね、東進で映像をやってる先生もですね、僕が働いてる塾で普通に働いてたりもするので、まあ、結構ですね、この塾の方でもですね、そのプロというか、まあ、それ専門でやってる人がいます。やっぱりですね、まあ、僕も YouTube 通して思うんですけども、やっぱその場に、その目の前に生徒がいて授業するのとですね、やっぱ、ただ、このカメラに向かってね、授業するのとね、全然違うんですよね。なので、やっぱりちょっとね、映像だけっていうのはね、なんかやっぱり、ちょっと、まあ、そっちの方が効率はいいのかもしれないですけどね、お金稼ぐ上では。でも、やっぱりね、楽しい、どっちが楽しいかっていうと、やっぱ生徒を目の前にいた反応を見るのが楽しかったりするので、まあ、両方やってる先生ね、結構兼業してね、塾も やりつつ予備校でも教えたりとか、まあ、映像でもやったりとか、そういういろんな先生がいると思いますね。まあ、そういった形での差というか違いがあるのかなというふうに思いますね。で、まあ、特にね、高校生の人はですね、自分がですね、まあ、どっちがね、今の話聞いてどっちが向いてるかっていうのをね、ちょっと意識してほしいなと思います。まあ、自分でね、比較的なんかやれるよっていう人はですね、予備校でもいいかもしれません。いろいろ逆に言われたくないと。なんかね、進路なんか自分で決めるし、みたいなね。志望校なんか自分で決めるし、みたいなね。いろいろ言われたくない。もう、我が道で、まあ、ただいい先生の授業を受けたいって言うんだったら、まあ、こっちの方が向いてるかもしれませんし、逆にちょっとそういうの心配だよと。まあ、ちょっとある程度見てもらいたいっていう形ですね。授業以外の面でも、そのサポートとか相談とかですね。まあ、あとはまあ、なんていうのかな。まあ、塾の方がアットホームなイメージありますよね、やっぱり。うん。なんか、距離が近いのね。
でこっちの方がドライなイメージありますね、予備校の方ね。まあそういった雰囲気はどうなのかとかね、まあそういったところでですね決めたりするのもそうですし、まああとはまあどこの塾でもどこの予備校でもですね、大体ね、あの体験授業ってできるんですよ、体験授業で。体験授業を受けてみて、あ、合うか、この先生いいなと思ったらそこ行けばいいと思うんですよね。まあ、今言ったように別に、あの、形式が違っても同じ先生が教えてたりするので、ね。なので、あの、ここの塾じゃなきゃとかっていうのはないと思うんですけども、あの、まあ、いろんなシステムの違いとかもちろんあるけども、最後は僕人だと思うんですよね。まあ、この人についていけば志望校に受からせてくれるなとかね。あ、この人のね、あの話面白いなとかね。そういうふうに思えばそこのところでやって、やり続けるのがいいと思いますね。あとはね、浮気良くないですね。浮気。なんかね、あっちこっち、あっちの塾行ったりこっちに行ったりでね。まあ、科目が違ってっていうのはいいと思うんですけども、数学はここの塾、英語はここの予備校とかですね。まあ、それはいいと思うんですけども、なんか同じ科目をですね、なんか二つのところで取る必要とか全くないし、まあ、そういうやつって絶対伸びないですね。浮気するものは伸びませんね。なので、まあ、一つね、あ、この先生いいなとかね、もうこの先生って決めたらですね、そこに突き通してやっていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、以上でですね、塾と予備校の違いってことで話をさせていただきました。まあ、僕はね、どっちなんだろうな。あ、そうですね。まあ、学生ができないっていう点ではね、予備校講師って言えるのかなとも思ったりもしますけどね。どうなんでしょう。はい、ということで終わります。じゃあ。